キングプリンス平野紫耀、キリン・川島からの、世界行けよ。いじられるも笑顔で答える。キングプリンスへのメンバーである平野紫耀が、TBSK のバラエティ番組、ラビットに出演し司会のキリン・川島民から世界に行けよ。といじられる場面が話題となっています。このエピソードは笑いと驚きに満ちたものであり、視聴者を魅了しました。 さらに、平野のプレゼント交換会での活躍や、彼の新たな挑戦についても触れます。23日の放送で、平野潮は TBS 系ドラマ、黒詐欺、最終回の番宣のために番組に出演しました。この回には、ジャニーズの A へ、グループのメンバーである小島健と佐野昌才もゲストとして登場し、楽しいトークが繰り広げられました。 川島は平野に対して、小島との関係や後輩としての接点について尋ねました。平野は笑いながら、あんまり接点ないよね。と、答えさのも初対面だと明かしました。しかし、驚きの事実が明らかになります。実は、平野と小島は半年後輩であり、ほぼ同期だったのです。平野は、あ、そうなの と驚きを隠せず小島は関西で一緒にやってたことを覚えてないですかと緊張しながら尋ねました。平野は笑いながら覚えている覚えているけど、そんなにプライベートで飯行ったりとはない。と川島に伝えたのです。このやりとりに川島は苦笑いしながら、ちょっと気まずくなっちゃったね。ごめんね、と謝罪し、スタジオは笑いに包まれました。 番組ではクリスマス直前ということで出演者同士のプレゼント交換会が行われました。平野は一番大きなプレゼントを選びました。それは小島からのプレゼントでアメリカで人気のあるコーンホールというゲームでした。 このゲームはバッグと呼ばれるトウモロコシの粒を詰めた袋を8メートル23センチ離れた板に向かって投げ穴に入れるか板の上に乗せるかでポイントを競うものです。小島は以前動画で見たことがあり自分もやってみたかったという理由でこのプレゼントを選びました。すると平野も僕も最近インスタでこの試合のやつばっかり見てたんでやってみたくて と興奮気味に語りました。驚きの偶然が起こりました。小島の投げたバッグが穴に引っかかる状態になった時、平野が3インチ目でバッグごと穴に入れるという奇跡的な投球が実現したのです。スタジオは大盛り上がりし、えすごい。と歓声が上がりました。川島は大興奮で、世界行けよ。と叫びましたが、 平野は苦笑いしながら、これじゃないんですよ、と首を振って応じました。このエピソードはネット上でも話題となり、川島さんの、世界行けよあえて、この言葉言ってくれてる川島さんが世界行けよ、を簡単ふ、って言って手間じで最高すぎる。W、私には金プリが世界進出してよ、みたいな聞こえ方して涙ちょちよぎれ。 と、ファンの間で様々な反応が広がりました。平野は公式ツイッターで個人的にすごく気になっていたコーホールが当たりました。家帰って一人で楽しみたいと思います。メンバーと一緒にやれたらなお嬉しいです。と動画メッセージを投稿しました。さらに、日本コーンホール協会も、今朝のコーンホールのスーパーショット、エアメールショットがすごかったですね。 キングプリンス平野さんの入会もお待ちしています。とコメントしました。この出来事を受けてファンたちはメンバー全員でコーンホール大会に挑戦してほしいと期待しています。平野の新たな挑戦やメンバーとの楽しいエピソードが続くことを願ってやみません。キングプリンスへの平野仕様がラビットに出演しキリンの川島民から世界に行けよ。 といじられる場面が話題となりました。また、プレゼント交換会でのコーンホールでの活躍や、平野の新たな挑戦についても触れました。ファンたちは今後のメンバーの活躍に期待を寄せています。あの